ラサ市のストリートマーケットで販売される薬バター薬バターは飼育された薬の乳から作るバターである。南中央、アジアやチベット高原の牧畜民にとっての食料、貿易品である。中国、インド、モンゴル、ネパール、チベット等多くの地域で薬の乳はチーズやバター等の乳製品製造に用いられている。薬の全乳は 牛乳の約2倍の脂肪を含んでおり、チーズに近い風味のバターができる。博物館で展示されるバターの攪拌期薬は燃料としての糞、運搬力、肉、繊維、乳等の様々な便液を牧畜民に提供する。すべての牧畜民が伝統的に薬事値を利用したりバターを作ったりしているわけではないが、山岳地域では一般的である。薬は 少量の乳しか生産しないため、大きな群れの場合に飲み、十分な量の乳を得ることができる。夏の方が冬よりも乳の生産が多く、乳からバターやチーズを作るのは、後の利用のためにカロリーを保存する手段となっている。西チベットでは、薬実はまず一晩発酵させられる。夏場には、得られたヨーグルト様の物質を、背の高い木製の攪拌機の中で1時間程度攪拌する。 冬場には、このヨーグルトを数日間濃縮し、その後膨張した羊の胃に注ぎ、バターができるまで振る。新鮮な薬バターは、様々な方法で保存され、空気にさらさず、冷たく乾燥した場所に置けば1年間は保存できる。羊の胃袋に入れたり、薬の皮や大きなツツジの葉で包んだりして保存される。一度開封すると、ブルーチーズのような青カビの筋が生じる。 ラサシナ薬バター市場バター茶はヒマラヤ地域で日常的に食され薬バター茶塩水を泡立つように攪拌して作る。チベットの国民的飲料で寒冷高地に必要な水分と栄養を補給するためにチベット人は1日に小さなカップで60杯分は飲む。傷んだバターが用いられることもありその場合は異なった風味になる。 溶かした薬バターを通すとした大麦粉とほぼ投量を混ぜ、これにナツメヤシカゴマの種子を混ぜたものは客に振る舞われる。また保存されたものは湯に溶かして塩か砂糖を加えて食する。薬バターは皮をなめすのにも用いられる。古く悪臭のするものの方が新鮮なものよりも好まれる。他の非食用用途としてはランプの燃料や皮膚の保湿、 またロサル用のバター彫刻等がある。薬バター彫刻は高さが10メートルに達するものもある。ネパール、特にカトマンズでは薬チーズや薬バターは工場で生産され、流通、販売されている。1997年から1998年の期間にネパールでは26トンのバターが製造、販売された。ありがとうございます。